アエロフロート3519便墜落事故は、1984年12月23日に発生した航空事故である。クラスのヤルスク空港発、イルクー、ツク国際空港行きだった、アエロフロート3519便が飛行中に、第3エンジンが故障した。パイロットは緊急着陸を試みたが、機体は滑走路から 3km 地点に墜落した。 乗員乗客111人中110人が死亡した。事故機のツポレフツ1 5 4 b には1979年4月19日に製造され、10日後にソ連の民間航空局に引き渡された。3機のクズネツフ NK-8 から 2U を搭載しており、事故時の総飛行時間は8955時間で3581サイクルを経験していた。 3519便は、現地時間22時8分に、クラスのヤルスク空港を離陸し、およそ8 7 9キロメートル離れた、イルクーツク空港へ向かった。事故当時の天候は良く、視界も良好であった。機体は4900フィートまで正常に上昇し、管制官から18700フィートまでの上昇を許可された。十二時十分四十九秒、 高度6690フィートをおよそ260ノットで飛行していた時に爆発音が鳴った。第3エンジンのコンプレッサーディスクが破壊され、回転数が急激に低下した。破損により、エンジン内の消火装置と配線、燃料パイプが損傷を受けた。エンジン内では火災が発生したが、コックピットでは複数の警報が作動したことにより、問題の特定が困難になった。 また、非対称な水力により、機体が右に旋回し始めた。これに対して、パイロットたちは、補助翼と方向打を使って修正した。機体は2150フィートで水平飛行に移った。航空機関士は、第2エンジンの振動について機長に報告し、火災警報が作動した。機長は、どのエンジンで火災が発生しているか判断できなかった、ため、 第二エンジンを停止するように指示した。航空機関士は第二エンジンを停止させ、この時機長は管制官にエンジン火災を報告した。管制官は空港へ引き返して着陸することを許可した。エンジンの破裂から12秒後、機長は水力を対象にするために第一エンジンと第三エンジンをアイドルにするよう言った。しかし、航空機関士は 正常な第二エンジンを誤って停止したことに気づき、報告した。機長と航空機関士はエンジンの状態を確認し、第一エンジンが正常に動いており、第二エンジンがシャットオフされ、第三エンジンが火災を起こしていると判断した。航空機関士は第三エンジンの消火装置を作動させたが、燃料遮断弁を閉鎖することを失念していた。これにより、 消火装置を作動させたにもかかわらず、火災は悪化していった。炎は機体尾部に燃え移り、補助動力装置や第二エンジンにまで延焼した。機長と航空機関士は第二エンジンは停止していると認識していたが、実際にはアイドル状態で回転していた。しかし、火災により第二エンジンの制御装置は破壊されつつあった。航空機関士が 第2エンジンの再起動手順を実行し始めたとき、エンジンが突然離陸水力で回転し始めた。航空機関士はエンジンの始動を報告したが、機長はスロットルを動かしてもエンジンが反応しないことに気づいた。仕方なく、第2エンジンを停止する、要航空機関士に指示し、航空機関士は第2エンジンを停止させた。ところが、航空機関士はこの時も、 燃料遮断弁を閉鎖することを出現し、火災は急速に悪化した。パイロットたちは緊急着陸へ向けて、機体を 420km 毎時まで減速させ、高度 175m まで降下した。第3エンジンの破裂から4分半後、機体は右へ傾き始めた。パイロットは方向打を使い機体を修正しようとしたが、機体は反応しなかった。この 機体の油圧バルブにつながる電線が火災の影響で短絡を起こし、油圧装置がべて使用不能となっていた。墜落地点キューバ馬リク墓地の第16区画にある上員の追悼被刑者が増加したため、機長は第1エンジンを最大出力にしたが、機体は急速に降下した。22時15分、機体は右に50度近く傾いた状態で墜落した。 墜落時の速度は 425km 毎時で、墜落現場は滑走路から 3200m 地点であった。衝撃により機体は完全に破壊され、火に包まれた。乗客であった27歳の男性が墜落現場から救助された。彼は重傷を負っていたが、治療によって一命を取り留めた。しかし他の搭乗者110人は全員が死亡した。 第3エンジンの破裂はファンディスクが疲労破壊を起こしたため発生した。これはディスクを製造する過程において窒素が混入し、ディスクの強度が低下したことが原因だった。機体の検査や点検方法が不適切だったため、疲労により生じた亀裂は見過ごされた。火災が発生している状況下において、航空機関士は燃料車断弁を閉鎖することを失念した。 これはマニュアルに反する行動であり、火災の拡大を促してしまった。しかし、複数のパイロットの協力のもと、3519便で発生した状況を再現するシミュレーションをしたところ、すべてのパイロットがミスを犯したため、この事故は、パイロットのミスが原因になったとは言えないと結論付けられた。これは、事故機のパイロットは、人間の問題解決能力の限界を超える。 状況下に置かれていたことを示していた。機体に致命的な状況が発生した原因は製造上の欠陥による第3エンジンの低圧ファンディスクの破壊だった。これによりエンジンや燃料、電力、通信などの装置が損傷を受けた。また航空機関士のミスにより火災は拡大し、機体微部まで延焼したと考えられた。ありがとうございます。